どうもこんにちは。こんにちは。本日はですね、はい、初場所に優勝しました、はい、徳勝龍関に、はい、ゲストとして来ていただこうと。そしてほやほやですからね、今なんとなんと今日対談なんですけども、はい、荒井総方と二人で対談していただこうと思って。もう僕らいらないですね。じゃあそうです、もうそれカメラこっちもこのままこう持ってください。もう行っちゃってください。それではお二人にどうぞどうぞ。どうぞどうぞ。もうこっちは無視していいんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずそうですね、我らが、徳勝龍関、先場所の、はい、こちらの場所優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。なぜ我らがと、まあ、話すと、まあ、かれこれもう8年ぐらいですかね、はい、まあ、仲良くしていただいてですね一緒に飲む機会、そして食事をする機会というのがたくさんあってですね、まあ、それでこういろいろ相撲の話なんかねよくしてましたけども、まあ、それで今回優勝ということで、いや僕も千秋楽ラジオの解説の時にちょっとうるっと来てしまって、まあ、やっぱ近くで努力を見てたからですね、まあ、そんなね特徴の時、本当におめでとうございます。ありがとうございます。どうですか実感は今は。そうですね、結構街でも声をかけていただくことが多くなったので、まあ、実感が湧いてきてます。やっぱりインタビューとかもね、やっぱりもう好感度はもう抜群の好感度ね、狙いというかねあれも狙ってたね。いやもう素晴らしい、もう100点満点な、インタビューだなと思うと、いやなんか全てが流れ通りだったかなって思うんですけどね。小野川親方に間がいいと言っていただいたんで嬉しかったですね。いや素晴らしかったですね最高でした、まあ、とりあえず1月場所のことについてね、伺いますけど、なんか今までと、まあ、見てる感じだと全然相撲内容も変わって、いやなんかもう言い方悪いけどなんか別人みたいな、そんな今場所だったんですけど、なんか今までの場所と違った心構えとか、そしてなんか場所前の稽古とか、なんかそういうきっかけっていうのはどうでしょう。そうですね、この前に返り入幕した時に、結構4勝11敗で大負けしてしまって、そこからもうこれではダメだなと思って、やっぱりトレーニングとかもトレーナーさんとかもついてもらって、やっぱりそのこのせっかく幕内上がったのにって思って、このままではダメだと思って、しっかり自分を見つめ直して稽古するようになりました。でもなんか11月ね、終わった時の千秋楽で話したのは、自分幕内戻れるかなって話してけど、それで、ね、ギリギリで戻ってこの結果だから、本当はこの番付っていうのもそうですね、やっぱあったかもしれない知らないっていうのかね、そのような話はよくしたからね、上がれるか上がれないか分からなかったので、いやそれはすごいなと思いますよね。いやでもなんかもう見てる感じ、なんかもうたまたまじゃないような相撲内容だったから、なんかたまたまで言ってんのかなと思っても、でも相撲内容を見てみると、もうここの負けぐらいで小野ワイワルとテレビなんか喋ってたら、これあるんじゃないのかと、うん、なんかそういう話ね、しながら、いや本当にこう興奮させてもらいましたし、こんなにね楽しかった場所はもう、はい、ないなと思ったぐらいね楽しかったですね。まあとりあえず初日からの3日間はね、合い口の悪い相手が初日千代翔馬、そうですね、そして2日目魁聖、3日目、栃王山と続きましたが、どういう気持ちで、そうですね、本当、新年の一発目で、やっぱりそこで勝って、今年1年、いい年にしようと思ったので、もうすごい集中して、初日、本当に気合が入りました、まあ、前に出れたんで、もちろんいいかなと思ったんですけど、初日はやっぱりなんか、ちょっと。全てだったかなと思います。ああそうですよね、うん、でもなんか今場所見るとこの出るとこ出て止まれるとこ止まれるっていう、なんか僕の相撲やっぱり左を差すっていうなんか流れっていうのはなんか出続ければ入るもんじゃないし、なんかそこで弾き倒して体を利用して
バシンとはまる感じとかもなんかちょっとこれ掴んだんじゃないのかっていう。だからもうまた上位行った時にこれがまた続いていくと、いやもう1個2個上3個上っていうのが、まあ、しっかり前に出ようというのはありましたよ、この場所は。いやもうハマってるそういう感じがね、すごい細かですね。まあ、7日目からね、トップに立ったんですけども、どうでしょう、心境は。緊張したとか、優勝の意識は。トップだったんですけど、正代関も並んでたんで、こう単独トップは嫌だなと自分の中では思ってました。並んでたんでまだちょっと余裕ではないですけど、まだ気持ち的に楽だったですね。単独トップになってたらちょっとまた気持ちも変わってたと思います。ちょっと変な意識とかね、はいはい、僕も一回単独トップに始めた時はそこから2連敗3連敗じゃないからちょっと見てるのもなんかねドキドキしてたけど、そんな心配もよそに配信が続いて、まあ、花道の様子とか見るといつも通りな感じが僕らには見えたんですけども、なんか緊張してたとか、そして緊張をなんか やられるためにしたことっていうのは。今場所はやっぱり勝っていくごとにやっぱりどんどんこう自分の中でちょっと余裕が出てきて、ちょっと落ち着く気合を入れるっていうよりはなんかちょっと一個落ち着いて、ふっと落ち着いていこうっていう感じにはだんだんなっていきました。いやなんかもう見てる感じ、千秋楽の取り組みなんか場所前の取り組み前の花道なんか様子見てみると、貴景勝が先に入ってきて、でそれで徳勝龍が来るとなんかこう緊張してる感じもしないし、落ち着いてる感じがあったかな。いやこれは千秋楽もなんかあるんですよ、もしかして余裕なのかなって思いながら、こっちはねそんだけ余裕を感じさせるようななんか花道の過ごし方というかね、なんかそんな感じも見えたし、いやこれがやっぱりベテランの経験がすぐ出たのかなってね思いながら僕は見てましたけどね、はい、まあいろいろ大一番、まあ、いろいろ今場所あったけど、大一番特に今場所これっていう会心の一番、そしてこの時に、力を出せた秘訣っていうのがありますかね。やっぱり、14日目と千秋楽はやっぱりなんですかね、やっぱ自分の中でもこれ人生をが変わる一番かなと思ってちょっと挑みました。確かに14日目で、負けるか勝つかで、そうですね、他力本願になるか自分で勝ち取りいけるかっていう、もう本当に、ね、そこが14日目が人生最大のね、戦いというのがね我々も見てましたから、支度部屋の盛り方がすごかったですよね、うん、もう声出して喜んで、うん、いやすごかった。どうもすみません、僕嘘つきました、解説しました、すみません、はい、14日目と千秋楽のお客さんの声援がすごかったですね。僕もその直にやっぱ解説してるところで見てたんですけど、やっぱお客さんのこの歓声っていうのがやっぱすごいな。もうなんか久々この雰囲気、まあ、現役からまあ退いたんですけど、いやなんかそんなのがあったから、なんかこう見てる方も興奮するというかね、なんかこう青春を思い出すよね。やっぱ横綱がどうなんですか。横綱が優勝した時嬉しかったと思うけど、この中のお相撲さんが優勝した時とは感覚は違うの。いやでもこの、まあ、千秋楽の、ね、夜会っていろいろ話したけど、やっぱ自分は優勝した時にまた次があるから、うん、やっぱりここで気持ちを引き締めなきゃいけない、ちょっとあんまり浮かれちゃいけないっていう気持ちで、あんまり正直優勝した後とか喜んだことはあんまなかったんですけど、うん、でもやっぱりもう純粋にただただ喜べるから、ちょっとなんかその喜び方のレベルが違うというかね。だからちょっとこうすごいなんか嬉しくて、ちょっとね弾けちゃいそうな感じで、なんかね我々の現役はね次のこと考えなきゃいけないから、そうですね、なかなかこうねやっぱり優勝したその次だっていうのは ね、 そうですね、やっぱりもう3月場所に焦点合わせてもうあと1ヶ月来てるわけだし、うん、だからそういうところで次のと考えると、そうですね、なんかね無茶できないっていうかね、うん、だからそんだけこうね、よく嬉しかったね。
あと33歳だからね、はい、まだね。まだね、はい、同級生ですよね。そう、同級生。僕はもう33歳。まだ33歳。この違いは、ね、だいぶその言葉の違いですごいね。そうですね、全然違うんですね。2文字でだいぶ変わってくるんですけど。しかもご当地だよね、次大阪は。そうです、はい。でも地元の歓声とかって、僕も茨城で、まあ、東京近いところもあるんで、はい、すごい来てくれてね、なんか後押し来て、応援団がいると勝率9割か8割ぐらい、8割9割の勝率あって、だから今回もなんかね、奈良で応援団来た時に、それをプレッシャーに変えないっていうかね、それを力に変えない、それがやっぱプロとしてね、大相撲の力士としてね、そういうのもあると思うんだね、奈良の期待を背負って。はい、祝勝会して、祝勝会でね、まあ、太陽、はい、もっと飲みますけど、はい、まあ、それ終わったらどのようにして食べましたかって、なんかこの子供みたいなご質問があるんですけど多分自分は食べてないですけど、あ、多分若い衆でこうさばいて、やっぱりみんな食べてくれたと思うんですけど、タイはね、僕僕準優勝12回あるんですよ。準優勝が12回あって、やっぱり選手の時にタイを用意されてるんですよね、はい、優勝あるかもしれないって時に、はい、で、選手楽、まあ優勝逃して部屋に帰ってくると、タイが刺身あったよね、刺身あったよ、そのままこう何もなかったようにパーティー出されてるんですよ。それ見ながらなんか周りに申し訳ないいつもそんな反省しながらこうタイが刺身あったよね、その一番の重みっていうのがね、やっぱりそういうのを感じて、だからそのでも初めてこのタイを持った時ってすごいこう何がわからない重みっていうかね、そうっすね、なんかそんな重かったですね、あの支配とかもそうそうそう、すごい重かったっすね、なんかね、このためにね、命かけて、このために全てをかけてね、やってきた瞬間にこう、僕はもう天皇支配を抱いた瞬間になんか全てが報われたような気がして、いや、そんだけあの天皇支配の重みっていうのはね、だから何が現役で一番嬉しかったって聞かれた時に、天皇支配を抱いた瞬間で、最後引退会見に行ったんですけど、まあ、あの瞬間っていうのはね、もうまたやりたいなって、そうですね、このなんかちょっとこうこの気持ちを味わうと、なんかいろんなこと我慢できるのかなって思っちゃったりとかねしますけど、すいません、僕の話ばっかりでもいい話ですね、優勝したい人じゃないとね、分からないことだし、まあ、ちなみにうちもこの2年前ぐらい栃ノ心初優勝したじゃないですか、うん、ただその優勝する時の部屋のことってなかなか分からなかったんで、タイでやったりこういろんな準備大変やったんですけど、いざその栃ノ心がね本当支配抱いてるの見たら全然苦労じゃないですもんね、そんな準備は。もう本当嬉しくて、なんか僕も優勝かかってる時、周りがコソコソしてるのなんか分かるんですよありました誰にやってくればいいのになと思うんだけど、やめてくれと思いました。そうそう、コソコソとこぼしながら明日どうするみたいな、こう今日千秋楽の支度部屋とか裏方さんとかが騎手どうすんの、誰やんのとか、ああ、ね、まだ決まってないのね、まだ優勝も何も決まってないのに騎手誰やんのとか、そういう声って聞こえてくるよね。めっちゃ聞こえますね一応同じ付けてる人も待ってくれてるもんね、もう次もってでもやっぱりこの知らないふりして、こうなんか捨てて動きながら知らないふりして待ってるとかそれなんか気遣わせないようにこうするみたいな、周りもね、すごい周りとか気遣うかもしれない、ね、あれは本当にやめてくれと思いましたね。入場決まってないけどね、わからないよね、まだその時はね、まだ決まってなかったんですけど、ね、だからお客さんを初めてのカメラに呼ぶ時とか優勝決まってない、そうそう、僕は14回目で初優勝決まったからはい、はい、お客さんも呼びやすいですよね、呼びやすかったけど、やっぱ選手の中でわかんないから、僕お客さんこの万歳の時に人来てくれてんのかなっていうのが一番ありましたね。まだその優勝するかどうかわからんからね、少なかったらどうしようとか、でもたくさんね、はい、たくさん良かったです、はい、だから本当もね、皆さん絶対わからないですけど、1日2日ですごいね、1日からもうドラマで動いていくんですからね、そうだなって本当に優勝してからがね、いやーすごい、一番でも僕が優勝してなんか一番戸惑ってて緊張したのが西岡良太で、万歳の仕方が最初分かんなくて、でそれでこう、すいません僕も初めてなんですって時もなんかこう和やかな笑いに包まれて、その時はなんかこう、あ、親方もそういう感じなんだなと思いながら、そうか思って、ね、
でも17勝1敗って、僕も人生1回だけだけど、やっぱりこう、1回しかやっぱ負けてないわけだから、なんかこう、自信になるっていうかね、あ、こんだけ俺できるんだっていう気持ちがね。ちょっと自信になりました。奈良は地元は、はい、地元も行かせてもらって、自分が行ってた幼稚園から幼稚園、小学校、中学校のずっと回らせてもらいました。へー、優勝報告しに行かせていただきました。最高な凱旋だね。それはね、やっぱね、なんか僕、あともうこれ質問なんですけど、なんかいろいろこう付き合ってる中で、なんか徳勝龍すごいおしゃれだなみたいな、なんかカバンもすごい本当に毎回違うカバンを持ってきたりとか、やっぱ帯もそうだし、着物と帯のその色合いとかね、なんかそういうのもすごいいいんですけども、なんかそういう着てるものとか、はい、なんかそういう持つものとかにこだわりっていうのはどうなんでしょう。そうっすね、結構そのさん、あんまりおしゃれする場所がないっていうか、着物とか帯とかはもうそうなんですけど、一番おしゃれするところとカバンかなって自分は思うんですけど、結構好きですね、カバンは。なんかいつもこうなんか 見たこともないようなブランドを使ったりとか、はい、形とかもなんかパッと見ると、よく見ると、あ、女性物のようなものを使ったりとか、あ、なんかおしゃれだなと思いながら、結構こう携帯で見たりして、これおしゃれだなと思って。え、それは奥さんの趣味とか、それもう完全に自分の趣味。いや、もうそれはもう完全に自分の。あ、自分の趣味。はい、いや、それは相当やっぱおしゃれだから、今度なんかね、機会あったら特集売る時のカバン紹介の カバン本当に毎回違うから。カバンコレクションいいですね。その部屋、カバンの部屋があるのかな。そのぐらいのなんかそういう雰囲気で、値段も安く、なんか高くない、ね、お手頃な値段を、おしゃれに持つから、なんかいやらしくもなく、はい、なんか着物に合わせて、ちょっと色合いも合わせて自然に持ったりとか、なんか全然突っ込まないで、なんか見てないふりして結構見てて、あ、また今日も違うんだけど、なんかね、そんなイメージあるんですよね。うん、確かに、なんかいろんなカバン持ってるイメージある。じゃあもう今度家行くしかないね、みんなで。いやいや、突撃ですか、突撃しましょうよ。いや、なんか設定もね、面白いですね。そう、なんかそうですね。でも奥様ですね、はい、だいぶ有名になりました。有名僕は奥さんも結婚式も行きましたし、奥さん知ってたんですけど、いやそんな奥様の手料理で、はい、好きな手料理ですか。飯はすごい美味しいんですけどね、なんかご飯とか結構炊飯器じゃなくて土鍋で炊いたりとか、なんかそれで炊き込みご飯とか、なんかその土鍋で作るのはすごいですけど、まあなんすかね、何すかね、何が好きですかね。ちょっと奥さん的には早く出てきてほしいんじゃないですか。そうですか。結構な何とでも出てくれるから聞いてたんだ、俺は悪かった。結構悩むからね。何でもうまいですかね。でもなんか奥さんといる時も、奥さんもすごい自然体で、いや、なんかこう居心地の良さそうな特集をこんなの見ましたけど、なんかああいうテンションもいいね。そうですね、なんかもう全然相撲のことは何も言わないんで、なんかありがたいですね。いやいや、ほんとなんか居心地も良さそう。じゃあ場所中、こうやって白星重ねて奥さん何も変わらなかった。いや、テンションとかも全然変わらないですね。こうなんか自分が帰ってこう結構買ってて、なんかテンション分かってで、なんかめっちゃ言ってくるのかなと思ったんですけど、ちょっと料理が一品増えてるとか、あ、もうそういうのもなく、もう普段通りの、普段通りですね、お帰りみたいな。確かに奥さん相撲見てないっていう、あ、見てない時あります。見てない
で、奥さんの手料理は好きなものはないという。いやそこも入れられるから、ね、これしてくださいでもあのガパオライス、あめっちゃ美味しいです。あのひき肉とこう卵のとこもう絶妙な。まあでも奥さんもそんな感じだから本当に優勝あったのかなっていう、周りの環境っていうのも ね本当に相撲って心技体って言われますけど、心の部分っていうのはね、はい、かなり大事なっていうのが、まあ、今場所特に分かったと思うんですけど、その、ね、終わった後もそういうね自然体でいられるってことがやっぱり奥さんがあったから優勝っていうのもあったんではないでしょうか。もちろんです。はい、最後になりますけど、来月3月、はい、4日にですね3月場所始まります、はい、まあ準ご当初とそうですねなるんですけど、はい、なんか目標があるんだったら。そうですね、準ご当初でやっぱり気合の入る場所なので、やっぱりしっかりまあ、自分らしく気合の入った相撲で一番一番一生懸命頑張りますんで、また皆さん応援よろしくお願いします。本当はあ、違う。いや、なんかあのインタビュー見るとまたこっからなんかあるのかな。そんぐらいこう期待、だからトークに期待してしまってる。間がいいからね。間がいいまあ、でも本当にそういうやっぱり優勝したって次の日ね、良かった次の日っていうの、次の場所っていうのが非常に大事になってきますから、はい、また徳勝龍関を、応援してもらえると、はい、力になると思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、誰ですね、大阪場所終わってこういうのできたらいいですね。いやね、また終わってみてやっぱ、はい、ね、いい成績で、うん、まあ、見てる人にも勇気を与えて、そしてね希望を与えるような、ね、今場所みたいな相撲をね、また今後続いてほしいな。はい、頑張ります。来場所も期待します。はい、頑張ってね。はい、頑張ります。ありがとうございます。多分 YouTube 見てくれてるんで、みんな応援してくれてるから。あ、じゃあ最後に YouTube をご覧の皆様に一言メッセージをお願いします。YouTube をご覧の皆様、多分200万人ぐらい見てくれてるから。200万人ですか。ねえ、期待して。YouTube をご覧の皆様、キセベの徳勝利です。チャンネル登録よろしくお願いします。しっかりしてるね。ちなみにあの初インタビューですけど、なんていただけますでしょうか。いや、もうやっぱりすごいっすね。なんかでも現役中ってこうね、自分のことをこう喋ってたけど、なんかこう引き出して終わるっていうのはなんか当たり前のようにこうインタビュー受けてたけど、なんかそういうのもすごい難しいなと思って。特勝利を通じてすごいいい勉強をするんです。またなんかこういう機会をまた作っていただいてね、インタビューの社でインタビュー引っ張り出していただければ。ありがとうございました。ありがとうございました。